瀬戸康史の動画。はい、どうも皆さん、大変お久しぶりでございます。約11ヶ月ぶりの割烹瀬戸プーン亭へようこそ。私、料理長の瀬戸プーンと申します。今まで食べた一番美味しかった料理はポイフルでございます。よろしくお願いいたします。ちょうど昨日5月の11日の木曜日にやっていた県民賞、皆さんご覧になってますか？昨日私テレビで見てたらですね、ちょうど熊本県の特集をやっておりまして、なんとですね、私知らなかったんですが、熊本県民の方たちはみんな高菜が大好きなんでございますね。それもですね、その普段我々がですねスーパーで見かけるようなその刻まれた高菜ではなくてですね、その姿漬けというですね、その高菜が切られてないそのまんまの高菜を漬けたやつを買ってきてですね、普通の家庭のお母さんがですよ、家で高菜を切り刻んでですね、それをこのフライパンでですね、こうごま油敷いて、こう刻んだ高菜を焼いてですね、それをですね、ほかほかのご飯、今炊いてるんですけれども、このほかほかのご飯の上に高菜をボンと乗っけてですね、そのままむしゃむしゃ食べてるわけですね。もうそれ私見ててですね、もうこれはもう一刻も早く食べたいと思ってしまいましてですね、もうその県民賞がもう終わるか終わらないかぐらいのところで私もう家を飛び出してました。そしてそのままの近所のその スーパーというか、まあプロ仕様の、まあ皆さんが行けないようなプロ仕様のお店にもう飛び込みまして、早速高菜の姿漬けを調達してまいりました。ということで今日はですね、この高菜の姿漬けを使いまして、この切り刻んで炒めへの、そしてご飯にかけへので、そのままむしゃむしゃと召し上がりたいと思います。ということで今回の料理はこちら、高菜の油炒めぶっかけご飯。はい、それでは早速作っていきましょう。こちらがですね、私が昨日ですね、夜買ってきたね、高菜でございますね。はい、こちらですね、なんか最近の高菜って変わってますね。なんかこういうなんかケースみたいなものに入ってて、こうなんかタイトルがこうなんか、和平ちゃん、謎チョコキューブ入りチョコソテー、違いますね。はい、気を取り直してこちらですね、ペヤング焼きそば、ギリチョコ、はい、そしてこちらですね、ダイエットの天敵、ピュレグミでございますね。これね、美味しいんだけど本当に太るんで、ピューン、ピュレグミだからピューン、ピュレグミだからピューン。はい、それでは気を取り直していきましょう。はい、こちらがですね、高菜でございます。私昨日県民賞を見てからそのまますぐ家を飛び出しですね、プロ仕様のスーパーをね、何軒もちょっと見て回りましてね、やっと見つけましたね。はい、こちらですね、高菜でございますね。これ完全にこう高菜ですね。でもう一軒回ってたんですけど、もう一軒回って、はい、こちらもね、高菜ですね。ちょっと分かりにくいと思うけど、決して高菜って書いてあるね。これ高菜だね、高菜って書いてあったね。で、姿漬け、これね、このまま切ってないやつが売ってたんでね、今日はこの、高菜でやりて、ごめんなさい、高菜の姿漬けって売ってないんですよ。スーパー2軒回ったけど売ってなかったんです。だからこの仕方なく、この野沢菜も高菜も、ま、大して変わんない、ごめんなさい、高菜も野沢菜も違うものだと思うんですが、まあ大体、まあ色が同じだから同じ、色が同じものは大体同じというですね、私の理論に従いまして、まあ野沢菜で今回行かせていただきます。そして2軒回ってんで、まあ、とりあえずこっち、今日はね、こちらの皆様のお墨付きというこれはプロ仕様のね、西友っていうスーパーがありまして、そこを私よく行くんですけど、そこで売ってるやつですね。じゃあこれしまっておきましょう。はい、前置きが長くなりましたが、この野沢菜を高菜を、どうすればいいの、まず開けようか。開けて、なんだこの輪っか、なんだこれで、これでいいじゃんね。すごい開けづらいんだけど、これ包丁でやるってことか。はい、
包丁でちょっといきたいと思います。これは手切る恐れがあるんでね、本当気をつけていただきたいですね。私はプロなんでね、この辺をちょっとスポッといきますけど、いきますよ。せーの、はい、いきました。そしてこの汁は捨てていいんだよね。捨てていいんです。これは捨てていいんです。まあ、私はプロなんでね、プロなんで全部私の言うこと聞いとけば大丈夫です。ここで洗っちゃいます。無駄なね、無駄なの食器を出さない。ここでなんかザルとか出しちゃう人いるんだけど、ザルとか出すとさ、洗い物増えるじゃん。洗い物増えるのはね、やっぱ良くないんですよね。プロはね、料理が出来上がった時には後片付けも終わっている。そうなの。後片付けもね、全部並行してやっていかなきゃいけない。それが料理人なの。これはこうやってもみもみしな、ここの中で洗っちゃう。はい、OK、はい、OK ね。はい、で、まな板出てなかったね。はい、まな板をここに置きます。絞ります。まるでその雑巾を絞るかのようね。雑巾を絞るかのように、これ逆の味もしとこうか、こうね。あんまり汁出ちゃうと、その後で炒めるときにね、べちべちになっちゃうんで、こうやってね。はい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 、これでいいですね。これをね、もう本当に切り刻むだけ。いきますよ。どうかな。切れねえな。意外とこいつ強えな。わかった。いい包丁がね、ご飯が炊き上がりました。ご飯をほぐしてください。はい、はい、銀シャリモードでご飯を2合炊きました。はい、おいしそう。はい、シャキーン。これですよね、やっぱりプロが使うようなその割烹なんでね、割烹にはやっぱりすごく切れる包丁たくさんあります。なのでこれね、普段ね皆さんは使わない方がいいんですけど、これすごい切れる包丁でね、今日はちょっといきたいと思います。やっぱプロなんでね、プロなんでこういうのもできますよ。トン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 ト危ない。危なくない。いや、素人は危ないと思う、素人は。私はプロだからね。プロだから、ちゃんとここね、猫の手にゃーにして、ちゃんとこれ、切るときに、にゃー。これ、にゃー言うようにしてください、これね。素人の人はやっぱこの、猫の手にゃー忘れちゃうんで、一回切るたびに、にゃーって言うようにすればね、忘れないから。忘れないから、はい、いきません、にゃー。ね。そうすれば、この、にゃー。ね。にゃーって言えばいい。言えばいい。にゃー。で、ちゃんと猫の手になってるか確かめて、にゃー、リアルな鳴き声にすればするほどいいよね。にゃー、もっとリアルね。にゃー、いろんな表情出してもいいです。ただね、家族の人に怪しまれるので、一人の時にね、なるべくやってくださいね。以前、弟子にね、アドバイスしたところ、弟子が破局しましたね、彼女とね。これやめた方がいいですね、本当に。一人の時だけやってくださいね。はい、こういうね、こういう芯のところもね、ちゃんとね、こう、使う、捨てましょうかね。はい、ぽい。ちょっとこれいってみます。これもね、勢いがつきすぎるとね、指いっちゃうんで、気をつけてね、マジで。マジ気をつけて。ご飯に乗せるからね、これね。もうコツがつかめてきたようだな。皆さん、家でやるときは本当に気をつけてね。危ねえから、この切り方。この切り方、やっぱプロだけが、こう、使うことを許された切り方なんで、これね。はい。じゃあ、ちょっと、こんなところでいきたいと思います。これ全部炒めたら、すごい量になりそうだね、これね。いや、でも、あれよね、炒めると縮むからね、これでいいかもしんない、ちょうど。はい、じゃあこれで完成です。はい、それでは早速高菜を炒めていきましょう。ピッピッ、加熱メニューです。これねー、
試し始めてくれたね。こちら、ごま油を引きます。これがほんとね、昨日ね、県民賞見てね、美味しそうだったのよ。ほんとね、プロの料理人もうならせる庶民の味、そういうことなんですよ。え、ちょっとフライパン温まるまで待ちます。そうか、もうあれだ、こっから炒め終わったらこのままご飯に来てから、もうここご飯よそっとくぐらいの感じだよね。じゃあそろそろ行こうかな。そろそろもういいかな、もういいかな、もういいか、どうしよう。パチ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 ってなるよね、これね、パチパチってなるよね。じゃあちょっと行ってみるか。じゃあもうこれ一気にドン行くぞ、一気にドン行くぞ、せーの、いいわ、この音いいわ。さあ炒めよう。匂いが香ばしい。換気扇、香ばしいね。あ、これはやばい。これはね、ちょっと火を弱めました。これね、水分をね、飛ばしていきますよ。ちょっとギュッとアップでね、ほら、おいしいでしょ、これね、すごいおいしいでしょ。これご飯にかけるんだよ、これがご飯にかかってくるんだよ、すごいおいしそうじゃん。これちょっと弱めましょうか。こういうね、IH 独特のこういう技を使っていきましょう。こういうのもできるからね、こういうのもしつつ、技見せつつね、それとも技見せてから、こう、熱々、まあ、こういうことも起こるぞっていう、そういう今、わざとプロはね、わざと失敗して初心者に怖がらせるみたいなこともやるから、今はちょっとね、でもなんだけど、これもうちょっと味見していい。プロはやっぱ味見大事だから。でもどうなんだろう、これでいいのかな。味は野沢菜なんだよ。あったかい野沢菜だな。これそもそもあったかい必要あるのかっていう、ごま油もちょっと足そうか。これね、ごま油の匂いをもっとつけたいから、はい、ごま油足しました。もこみちさんがオリーブオイル足すじゃん、あれに近い。ごま油足せば足すほどうまい。ごま油は足せば足すほどうまい。そういうことです。足していきましょう。はい、ちょっと味見します。うん、ごま油の風味が出た。もういいじゃん。弱火にして、こっからご飯いきます。このままご飯いきます。すごく綺麗に盛れましたね。そこにこっちに持ってきて、もうすぐこれあったかいうちに来ないとダメだから、はい、上がってきたよ。これこのままいっちゃうという、うわー、宇宙、見てこれ、ほら、うわー、美味しそう。ちょっと全部は多すぎるんで、ちょっとこの辺に、はい、完成。あったかい野沢菜かけご飯。素晴らしいですよ、これは。ね、ご覧ください、こちらですよ。見た目はね、ちょっとね、そんなに良くはないけれども、これ絶対美味しいはず。いただきます。これはね、無限にご飯が食える。うまっ。これただね、高菜をね、ごま油で炒めただけなんだけれども、それ普通に高菜、まあこれ野沢菜だけれども、これをかけるよりも、なんて言うんだろう、あったかくなってごま油の風味が入って、でもそれだけでもね、かなり違うんですよ、美味しいんですよ。
だって高菜チャーハンとかあるでしょ、ああいう感じ。あの1点だけちょっとの反省点あげときますと、やっぱこの切り方かな。あの食感があって美味しいんだけれども、あのもうちょっと細かくてもよかったかもしれないね。その方がこうスルスル食えた気がする。でもこれはね、好み、切り方は好みでね、ゴリゴリが好きな人もいれば、やっぱあの喉疲れちゃう人とかはもっと細かく切った方がいいと思うし、それにしてもこれはうまい。大変おいしゅうございました。ということで、以上、高菜の姿漬けをザクザクに切ったやつをごま油で炒めてご飯にかけるやつを作ろうとしたら、ただのあったかい野沢菜かけご飯になったけれども、すっごくおいしかったです。もう高菜でも野沢菜でもどっちでもいいと思います。はい、でもね、本当はやっぱピリ辛、高菜っていうのはピリ辛だから、あのお店で見つけたらちょっと姿漬け買ってみたいなと思います。あとですね、これ、あのこれからのシーズン、この真空断熱タンブラー超絶役に立ちますからね。これ一切結露ができませんから、これね、冷たい飲み物がずっと冷たいままのやつも、瀬戸プーン亭でもおすすめしておりますので、よかったら下のね、説明欄にリンク貼っておきますんでね、チェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。瀬戸プーン亭の料理長、瀬戸プーンでございました。また会いまっぷ。